さんこんにちは。ゆりんく沖縄の時間です。私パーソナリティのトーマ・ジョーと申します。この番組は毎回癒しのプロをお呼びして心と体と魂を癒す情報を沖縄に広げようという番組です。この番組ではメッセージを募集しております。メールアドレスは797@fmginoan.com です。また FM ギノワンではツイキャスト、YouTube ライブで映像と音声をネット配信しております。 FM ギノワンのホームページから見ることもできますのでそちらもお楽しみください。 Twitter も連動しておりますのでたくさんのコメントやリツイートもよろしくお願いします。またスマホで聞きたい方はリッスンラジオというアプリがありますのでそちらをダウンロードしてみてください。ゆりんく沖縄のホームページに利用方法を紹介しております。ではこの後5時までよろしくお願いします。それでは一旦 CM を挟みまして今回のゲストの 方々を紹介していこうと思います。それでは一旦 CM です。ゆりんく沖縄をお送りしております。この番組は毎回癒しのプロをお呼びして心と体と魂を癒す情報を沖縄に広げようという番組です。さて今日のゲストの方を紹介していきたいと思います。本日のゲストはですね、クリスタルヒーラーの永田隆二さんと、心楽癒しセラピストの比嘉彩さんと、F 先生ってねよく見かけるんですけど、はい、普天間直樹先生です。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあすいません永田さんの方からですね、はいはい、ちょっと自己紹介などお願いします。はい、僕はですね、クリスタルヒーリングという水晶ですね、はい、を使ったヒーリングとあとはですねお腹のマッサージ腸もみのマッサージ、はい、チーネイザンとも言うんですけど、はい、をやってますね。あ、どちらの方で。はい、アマナーの方でも、やってたんですけど今は、主に自宅サロンでやってますね。わかります。あ、どちらですか。自宅はですね、新都心の近くのアジャですね。アジャの、はいはい、あ、やってます。アジャ近いです。あ、はい、近いです。あ、近いです。じゃあよろしくお願いします。はい、ではどうぞ。はい、心楽癒しセラピストの比嘉彩です。私は、はい、そうですね、スピリチュアルカウンセリングと、はい、あと星の錬金術っていう、うん、陰陽五行を元にしたものなんですけれども、はい、その占いとかをやってます。宿命とか、はい、ご自身が持っている気質というか質っていうのが分かるっていう占いです。ああ、はい、じゃあその占星術ですか、占いと、うん、そうですね、東洋占星術っていう感じです。ああ、なるほど。はい、あと何、なんかカウンセリング、あとはカウンセリングですね、はい、スピリチュアルカウンセリングと あとヒーリングもやってます。あ、はい、はい、セラピスト、ヒーリング、占いっていう感じですね。ですね、たくさんやってますね。よろしくお願いします。どちらの方でされてますか。私は天野さんの方でやっています。天野、はい、というところはですね、はい、癒しカフェですか。はい、あ、そうです。というところで、はい、那覇市あさとですか。あっちあれはあさとになってます。はい、まあさとでね、日替わりでセラピスト先生とかね、はい、いろんな有名な先生が ね、はい、出展されてるところですね。はい、で、はい、では突然本当にさっき来てそうだ、まあ大笑いしてるのはね、聞いてる人はね、びっくりするかもしれないけど、今日はね、永田さんと彩さんゲストの予定だったんですが、そのなんていうんですかね、先生みたいな、まあ、そうですね、なんですかね、それが先生になってしまって、アマナでね、され基本応援しに来ただけなんですありがとうございます。はい、大物ですよね、大物ゲストさんがいらっしゃいましたね。はい、あ、いいんですか。どうぞ。台湾式足もみとスピリチュアルカウンセリングという形で、うん、まあ、大体あっちこっち行かせていただいている普天間直樹と申します。はい、ニックネーム的には F 先生ということで、はい、ちょっと
ってる方はいらっしゃると思います。だいぶ知ってらっしゃる方いらっしゃると思うんですけど、はい、同じようにあの朝党の、天野の方で出展させていただいてます。あの僕のお友達もですね、第6巻で決めるとでしたっけ、すべてうまくいく、すべてうまくいく、あの書籍がありましてね、あの北山先生の、はい、あの絶賛してたんですね。でそこから僕北山先生とあんまり そこまで面識なかったんですけど、先日まで突然それでまあちょっとあそっかと思って買って読んでて、はい、面白いと思って、はい、ありがとうございます。じゃあ今日はこの4人でちょっとやっていこうと思います、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。はい、あのちょっとね番組の紹介でもね、ちょっとお話ししたんですかね、あの心身と魂の癒しをですねちょっとこの番組はテーマにしておりまして、まあまた聞いている方もですね、あのどんな人なんだろうとか、あのちょっと思ってると思うんですよ、そうですね、まあじゃあそうだな、この癒しとかですね、自分が今の仕事をしているきっかけとか、はあ、あのそういったことをちょっと聞いていきましょうかね。大丈夫ですか？大丈夫。永田さんのプロフィール読んでたらめっちゃ面白かったんですけど、はあはあ、なんすか、あのエリートだったんですか？エリートではないですね。やんちゃしてた時期もあるんで。公務員だったりとかですね。そうですね、この仕事の前は公務員をしてましたね、はいはい、で、あの児童相談所っていう、まあ、県の仕事とかああいう仕事に近いものをやってたんですけど、はいはい、で、あの子どもたちに、勉強を教えたりとか、はいはい、一緒に生活しながら生活指導したりとかそんなことをやってました、でもその中で、なんか自分がいろんな医療とかですね、はい、教育とか福祉とかいろんな現場を行ってきたんですけど、教科書で学んだこと以上のことがだんだん起きてきて、なるほど、はい、で、なんだこれはとそのうちなんか僕クリスタル大好きなんですけど、はい、エネルギーも分かってきて、ああで、どうやら、はい、あのなんかいいことがあるぞとかそのレベルではないらしいぞというのを感じてきて、はいはい、そこからですね、なんか、なんですか、あ結構ごつい、やってますね、はい、ね、そうそう、そういうのが分かるようになってきたら、はい、あもっと知りたいものがあるし、この今関わってる仕事では伝えきれないものがいっぱい出てきたなっていうことで、もう飛び出しちゃおうと思って、あ、はい、で、なぜか沖縄に来ちゃいました、はい、なんか呼んでると沖縄で舞を舞ってるイメージがよく出てきたそうです。はいはい、そうなんですよ、その初めて、そのクリスタルヒーリングを受けた時にそんな、いろいろビジョンが見えたんですけど、はいはい、その中であの沖縄でですね、沖縄の廃所ですね、のようなところで自分が本物としての舞を舞ってるビジョンというイメージがずっとあったんです、ああこれ呼ばれてるなと思って、なるほど、うん、呼ばれてるなで行くのもすごいそうなんですよ、でその時に周りにいっぱいそのチャネラーさんみたいな人たちがいて、はい、何も喋ってないのになんで沖縄に行かないのとか突然言われたりとかしょっちゅうあって、ああやっぱり言われてるなっていうのを、はいはい、うん、より確信していったというか、なんか、うん、そういうお役目みたいなものを持ってる人って、なんでやらないのみたいなことを言われたとか、あの聞きますね、確かに、そうですね、それでもう行ってしまえと、でそれ行って沖縄に着いたらそのビジョンがもう繰り返しあったんですけど、これはピタッと止まって、あやっぱここだと思って、なるほど、まあ、それで革新的にね、さらに革新になっていったと、そうですね、はい、はい、あやさんに私ですか
の業界に入ったきっかけ。そうですね。そうですね。私は小さい頃が結構繊細で、はい、なんかもう、なんだろう、誰かのために何かやるっていうような、はい、感じで生きてきたんですよ。で、うん、それでなんか急にいろいろ本を読むのも好きだったので、はい、スピリチュアルのことも好きで、うん、このそういう本を読むようになってから、うん、だんだんちょっとなんかいろんなことがなんかこう自分の中でつながっていくような感じがして、うん、でそういう業界の人と会ってみたいなとかそういうのもあって、はい、でたまたま自分自身が、うん、何もまだよくわからない時に自分自身オリジナルでヒーリングみたいなのをやってたんですねでそれがちょっと似てるなっていうのが、はい、マインドブロックバスターってねいうのが、はいはい、似て、はい、一時期すごい流行ったんですけど、はい、それが、あ、私がやってるのと似てるわっていうきっかけで、それで、宮崎ひろみさんっていう、うんはい、大物のゴジラのような話したんですけど、はい、その方の、沖縄のね、スピリチュアル業界で、はい、そうですね、リーダーでした、はい、スピリチュアルリーダーのひろみさんのところでマインドブロックバスターを受けたのがきっかけで、うんこの業界に入ったっていうような感じです、うんはいうん、なんか僕も大体似たような感じです ねマインドブロックバスターが最初で僕はセラピストの活動をしましたね、うんうん、やっぱそこで爆発的に増えたんですねそうですねそうかもしれないとっつきやすかったんじゃないかなコンテンツとして、わかりやすい、うんうん、あとは僕はもうたまたまきっかけちょっとたまたま勉強することになって、うん、スピリチュアルな話とかはまあ好きだけど、うん、僕とは関係ない世界と思ってたんですよ、うん、でも僕は自分嫌いが激しかったので、自己流で心理学をずっと勉強してて、うん、でなんかこう結局潜在意識に突き当たるじゃないですか勉強とかってなってるかな、うん、成功哲学とかなんかいろいろあっても、うんうん心理学っていうかな潜在意識をどう変えていこうかなみたいな、うん、そういうのを勉強してたらたまたまクラスを受けることになりましたみたいな感じでした、ね、すいません僕の話いいなるほどねちょっと普天間先生を聞いてみようかな一応聞かれたら一番困るそうですか、はいなろうと思ってなってるもんじゃなく、ね、目の前にあるものをやっていったらこうなったっていうだけで、うん、だから心理学ももちろんやってるわけじゃないし、うん、逆に皆さんが言ういろんな人の名前言われても全く知らないぐらい、うんうん、最初足もみからそうですね基本生活のためにっていうぐらいで、うん、昔から観測法っていう足もみの本がうちにあったもんだから、はい、それがたまたま沖縄で講座があるよっていうことでそれ参加したらお店開けの手伝ってって言われて他の仕事してんのにそこを週2日ぐらい手伝って、うん、でそれで足もみをしながら、うん、結局いつも来るお客さんは、うん、不調だとどうしたのどこ歩いてきたの、うんうん、まあ沖縄で言えば痛い感じじゃないのみたいなそういうのを普通に感じてるものをそのまま伝えてるだけなんですよ。で、それがスピリチュアルカウンセリングだよって言われて、っていうぐらいなんです。ナチュラルですね。なるほどね。養殖もんとしたら天然。ナチュラルも。だから何かを学ぼうって言ってやったことっていうのはこの足もみもなんだぐらいで。なるほど。残りはほとんど。日常の中にしか見つけてる、うん、じゃあこの足もみの前からもそれが普通にあったんですか？だからどっからって言われても何がきっかけって言われても日常なんで、じゃあもう学生時代からとか、うん、それは無意識にあるだからその段階が分かんないもうやってたっていうかできてたからなんか気づいてるもんだからっていうだけで、沖縄あるあるです、ね、だから何か呼ばれたとかっていうイメージも全くないし、うん、
これから先どうなっていくもないんですよ。ただ今目の前で起きてることを淡々とやるのは自分に必要なことしか起きないからそれ続けようっていうだけ。まあ、目の前で起きてることを自分に必要なものってね、こう捉えられることがあれですね、すごいなというか、そう信じて動けるといいですよね。まあ、だって起きてること事実ですから、その事実をああだこうだ言って受け取るか受け取らないかだけだから、心当たりあるわ。そんなね、なんかわじわじしてもね、閉じ込めて、でもそのわじわじして嫌だなって否定してる自分をまたダメだっていうのも、そんなことする必要ないよ。そうですね、わじわじしててもいいですかね。わじわじはわじわじだもん、だってそれ以外何もないじゃん。ただわじわじした後にどうするかっていうのを自分が決めればいいだけだと思ってるから、そうですね、しっかり。だから逆にすごい皆さんの 理論的なとか学んだこと聞いていくと、すげえなってずっと思ってるんですよ。堅苦しく感じるみたいな感じですか。そうですね。なんでわざわざ複雑にしてんだろう。あ、シンプルなのに、なるほど。泣きたきゃ泣きゃいいのに。確かにその通りですね。その後に次どうするってやればいいのにってすぐ常に考えてないから、めちゃくちゃいい考えだと思いますね。考えれば考えるほど複雑になるし、3秒考えるなって3秒過ぎたらもう手放せる。そうあのだってブルース・リーさん言ってたでしょ、来た、ダンディ来たフィール あれね考えるの感じる、僕はあれまだよく分かってないです。あの、考えるなっていうのはジャッジするなっていうことです。でフィールは自分の心がどう受け取ってるかなんです。まあ、ちょっとそのまま言葉通りもう単純にそんだけなんですね。だからフィールで回の方向で進めって言われて、たら人生楽じゃないですか。そんな楽でいいのって言って、いやいや違うよって、あれ楽って読まないよ、楽しいって読むんだよ。なるほど。あやさんのここ楽っていう意味はちょっと気になってますけど、 あれは心が楽になるっていう意味ですね。もう本当に今普天間先生が言ってる通り あのことが起こっていることをまず受け止めていくっていうことを、あのセッションの中ではやっていくんですよ。起こってますよねとかっていうのを、起こってるっていうのを受け止めていく、事実の起こってること拒否するのいっぱいいるんだよね。ありますね。僕もなんかあのセラピー習ってましたけど、なんか言ってるのはいいです。バイドロックバスターね。あれ、僕は初めてのね、初めて習った技法かな。どうでした？心で。あ、もう面白かったですね。なんか、こんな不思議なこと起こるんだ、みたいな。いや、それは心理学だと思いました。誘導の。結局、セドナメソッドって言って、またちょっと本で読んだことあるんですけど、結局感情をひたすら感じていくと、ブロック消えちゃうんだよ。そうなんですね。あ、そうかみたいな。結局それを続けてる人は本当に生き生きというかね、すがすがしく生きていますよね。多分次の意識を日々取ってるんでしょうね。そうですね。みそぎですか。毎日自分と向き合うっていうか、自分自身から湧き上がってきたものを見つめていけば、もうだいぶ楽になる。文章で言えば、ダメな自分を受け入れなさいとか、許し認めなさいって言うけど、僕は許す必要もないと思ってるんですよ。だって許そうと思ったら、そこに苦しみが出るから。逆にね。そうですね。そうしなければならない。そうこれ多分一番みんな苦しみと思うんですよ。別に認めね、なくてもいいじゃんみたいな。そうっていうことですよね。事実をただ受け止めるだけ。そうですね。しょうがない、やらかしたことをやらかした。そうですね。で、それでごめんなさいって言えればいいだけで。素直に。ごめんね、怒った。そんなつもりなかったけど。ね。そうだなと思って。そうですよね。だから。リュウさんにやってるクリスタルっていうのは、石の周波数っていうのがあるんです。
つも変わらないじゃないですか。あ、はい、うん、だからその周波数と自分が持ってる周波数が共鳴した瞬間に安定するっていう強力な武器なんですよね。あ、そういう意味あるんですか。うん、意識何で持ってるのかあまりよく分かってない。もともと地球の鉱物である、まあ、石っていうのは周波数であったり、うん、まあ鉱物にしろ何にしろ、うん、こう全部周波数決まってるんですよね、うん、だからその石が持ってるエネルギーと人間が持ってる周波数と、うん、人間の周波数って心がいつも変わるから、うん、揺れるじゃないですか、うん、だからその意志が安定してるもんだから、その周波数とあの音差の共鳴と一緒で、中学校の理科と合っていく。そうそうそう、でそうすると不安定だったのが安定してくるっていう意味合いでクリスタルは強力な武器だなって思うんですよ。面白いですね。あのやっぱり話は少し変わるんですけど、うん、あの普天間先生をね、あのゲストで予定してますけど、あのゲストに呼んどいてよかったな。やばい、やばいですね。事前告知だね。そろそろ一回 CM を挟みますね。はい、ゆりんこ沖縄をお送りしております。この番組は毎回癒しのプロをお呼びして心と体と魂を癒す情報を沖縄に広げようという番組です。本日のゲストはクリスタルヒーラーの永田隆二さんと心楽癒しセラピストの日賀谷さん、そして普天間先生でございます。では後半をお届けしていきたいと思います。いつもはやらないんだけど。あ、そうなんかやりたい。あ、いいですね。前半面白かったですね。なんかいろいろ勉強になる。僕が面白かった。じゃあ続いてですね、永田さんのね、はい、癒しって何ですかね、永田さん。癒し、深いですね。癒しってなかなか定義できなくて、うん、本当に深いですね。本当にこう心がホッとするくらいからも癒しでもあるだろうし、うん、もうそれをもっともっと深めていくと自分の内側と向き合っていくことをしていくと、よりその癒しという本格的なものが、うん、向き合えていけるかなって、うん、本当に今がこうホッとするというか、そういったものもだんだん見つめていけるかなと思います。僕の話なんですけど、僕の話で恐縮なんですけど、あの癒しっていうか今まで生きてきた生き方があるじゃないですか。これがこう階段登っていくみたいな感じで、もずっとは階段登っていけないと、もう人間疲れてる、折れると思って、だから踊り場的なものが癒し で、その後ちょっと方向性変えて、まあ、永田さんみたいに今の生き方ではなく自分がヒーラーとして生きていくのかなみたいな、あの僕そこで起こったのも癒しだと思うんですけど、どっちかというとやっぱりなんかね、今までの生き方とね、なんかその節目になるようなものが癒しであるといいなって思ってます。なんとなくですけど、泊り火的な感じの踊り場的です。僕は登り続けることの、うん、疲れた時にフラットの方法で、そうですね、一応このラジオとか、うん、その発信しようと思ったのも、うん、なんかね、あの自分のメンテナンスがよく分かってないと、うん、なんか働き詰めとか悩み続けてとか、うん、そういう感じで、なんていうのかな、そのバキッて折れるまで頑張っちゃうみたいな、ね、うん、そういう人が減ったらいいなみたいな、で僕もそういう人だったし、うん、ただ僕はあの運よくこう助言してくれる何かがあって、頭の中に、うん、いや、こう折れるくらいだったら、風邪ひいて休めと、うん、
そんな感じで、うん、すみません風邪ひいたから休みますみたいな、うんうん、ただあのそんな感じであのやってたんですけどね、うん、あごめんなさいね僕の話で、はい、でもそうやってあの休める人はいいですけど休めない人もいたりしますからね。そうですね、うん、そこが本当に、うん、分岐点というかね、うん、頑張らなきゃいけないと思って、ね、もうヘロヘロになっても、ね、仕事に行かれる人って、うんはいね、もう頑張ってたらやばいっすよ、うん、あまあ人それぞれにもよりますしね、うん、よるけどね中田さんも超頑張ってたんじゃないかなと思って、頑張り屋ですよですよね、多分頑張る僕ってそういう人すごいなと思うんだよ。あなんだろう、目標とか目的っていうか、はい、それを多分見失ってしまって頑張ってしまうと、うんはい、多分心がすさんでいくっていうか、うん、そうですね、どんどん違う方向に行ってしまうんじゃないかなって私は思ってるんですけど、うん、そうですね、あのこの選択肢がどんどん見えなくなっていくっていうのもちょっと特徴かなと思うんですね。うんこう苦しい時期って。ね、選択肢って、うんまあ、A と B があるとしたら、うん、あの4つあるんだよね。4つ、うん、A を選ぶか B を選ぶか A、B 両方選ぶかどっちも選ばない。だから選択肢を2択にしかできなくてくると苦しいんだよね。これしかないって思い込みってことですね。そうですね、うん、チョイスできるのもそうそうそう4択あるのに自分で2択って見えてないってことですよね。うん、そう選ばないっていうのは意外とできない人が多いかもしれないですね。もうここまでしかないってしか思ってないんですよね、はい、だからね、ユーザーの公務員なさってる方は、子供に辞めたらもう死んでしまうぐらいの感覚の人多いんですよ。ああ、確かに頑固な人多かったですか。辞、はい、めても死んでないですからね。生きてます。生きてるどころか元気スキップしたから元気になってますね。生き方が見つかってよかったです。見つかってというかそれがしたくて離れたのかもしれない。あでもあの公務員をパッと辞める人も、ね、中にはいるんですよ。その人はね、すごい、やっぱりあの抜けた、もう本当に、あ、こうじゃないんだ、パッと帰る人も実は結構いて、まあ、そうですね、お客様で、あの最初に公務員になった時がこの先生ですけど、うん、嫌だと思ったらしい。あで、つい去年、30年経って辞めて、うん、今ものすごい先生してる。自分とでもその時に向き合ったんですね、きっと。そう最初にね、最初に嫌だって、うん、あのさっき言ったトルスリーのフィールではもう嫌だと、うん、でもジャッジではだけど頭のジャッジでは生活がとか言われて、そうですね、そうなりがちですよね、うんうん、もったいないとかね、この公務員っていう仕事、沖縄特に強いんじゃないですか。結構こっちで言ったらなんで辞めたのってしょっちゅう言われて、だって唯一安定してる人ですよね沖縄県内では。あそうですね、はい、沖縄の人も沖縄の人もっていう言い方ちょっと変だけど、まあ、結構保守的な人も多いですからね、うん、もったいないとかね、うん、あなるほどね、やっぱりね周りの意見がそういうから辞められないっていう感じ で、ね、自分を見失ってる人もいるんですよ。でも自分の心はもう辞めたいっていうか、うん、へきへいしてるというか疲れ切ってるのに、うん、周りがこう言うからあの辞めちゃいけないのかな、もう他人軸になってるんですよ ね、うん、そうですね、自分軸ではなくて、うん、だから本当ここで沖縄の言葉でね、なんとかって責められる時にはだからよねだからでさらに責められると、うん、なんでかねいい言葉ですよね。この2つの言葉世界中広まったら、うん、多分争いはほとんどなくなってくるでしょうね。あなるほどなんでかねってなんだろうみたいな。だからよねって肯定してるじゃないですか、うん、ね、肯定してるにもかかわらずまた突っ込んでくるよ、うん、だからあとなんでかね
自分も分かんないあの天名で香里音さんっているじゃないですか、はい、あの人ちょっとフェイスブックでメッセージやり取りしてたんですけど、はい、あの沖縄のおばちゃんたちにあの遊びの合間に仕事しなさいって言われたそうで、はい、ああそれ内地では嘘っていうぐらいの考えだと思うけど、うん、すごいこと言うなと思って、うんうん、ちょっとびっくりしました。だから人生のために仕事をしてるのっていうことよね。ああ、うんうん、そうですね。何のために仕事をしてるの、うん、それはビギンさんの、うん、仕事があるから休まれるって言ってるじゃないですか。休みっていうものがあるってことだから日常のヒントってめちゃくちゃいっぱいありますよ。そうですね。だから中さんのこの毎度毎度の放送の中の一言が誰かの心でピンときて、まあ、明日も頑張ってみようかなとか、今僕らが言ってる何かの一言がなんかちょっとだけでもいいかなと。そうですね。ちょっとした刺激になってくれたりですね。なんかのきっかけに、ね、なったらいいんですよ ね、 なんか考え方一つで生き方変わっちゃうので、うん、だからあの僕はその時と場合によってはずる休み推奨派なんですよ、うん、あのなんていうかさ、うん、あの心身をその、ね、あの壊して、うん、もう壊れたらもうその後の労力っていうか大変ですよ、元に戻るの。壊すぐらいだったら別にちょっと迷惑かけるかもしれないけど、ずる休みした方が全員幸せですよね、絶対。あの僕からもちょっと質問で、うん、心身っていうのは心と体と書くんですか、体と心って書くんですか。え、心と体かな。心と体、リュウさん。はい、僕も心と体。心と体。あ、僕も基本心と体なんですけど、はい、健全な体に健全な心が宿るって、うん、ラジオ体操ではやつわけですよ、はい、だから身心の人と心身の人がいるわけですよ、はいはい、身心ね、はい、身と心って書く人と、はい、心と身って書く人がいるわけですよ、はい、だから実際アプローチの仕方は心身と身心で違うんですよ、うん、心優先の人は、はい、心が元気な時は、うん、体多少痛んでも何の問題もないんですよ、はい。だけど、身心の人は体優先なんで、体が痛むと心痛んでくるんですよ。あ、なるほど。だからアスリートの人たちなんて、記録が出ないとか怪我したりしたら、すごいメンタル下がるわけですよ。だから体から治してあげないと、心が治ってこないんですよ。あ、なるほど。だから心身の人はメンタルが痛むと、体もダメになるから、だから逆にメンタルから治してあげないと、体が良くなってこないっていう。あ、これ面白いですね。うん、やっぱ普天間先生いろんな人を見てるから、はい、めちゃめちゃ面白い。そういう現場的なっていうかね、はい、だからどのヒーリングが合うかっていうのがやっぱり本人が自分がそのどれかって分かってるだけでもアプローチの仕方違うじゃないですか。違いますね。うん、だからゆりさんの同じ意思を持つ、コントロールするためにも自分がどっち側だっていうのが分かってたら、どう思います？石っていうこのアイテムについて、うん、いや自分が今アイテムとして使ってる石っていうものを自分としてはどういうふうにみんなに伝えたいというのがあるんですか？伝えたい、深いですね。うん、あ、石の魅力、石の必要性。そうですね。僕は心を、その心に体の方ですね、うん、どちらかというと、うん、心をこう大切にして、うん、生活していってもらえたらなっていうので、心の、バランス調整で、第一に意思を使ってる感覚がありますね。そしてあの僕もお客さんからしたら意思を心の拠り所にしてる人が多いですね。あ、これがないとちょっと外出もできない、うん、だから最初はそれでもいいと思うんですけど、うん、結局これに依存すると、うん、これがなくなったらとかってなると不安になっちゃう、また不安になっちゃうとか、うん、
不安の種になっちゃう、逆にね。だからやっぱり依存じゃなく自分で捉えていくっていう形をやっぱり医師は教えてくれてると思うんですよ、僕は。だから僕も医師持ってたんですけど、必要ないと思ったら手元からなくなっていくんですよね。持ってたんですか？持ってたんだ。今は必要ない。今は必要ないですね。ありますよね。なんかいつの間にか切れちゃってとか、いつの間にか切れちゃって必要ないよって教えてくれたりとかありますよね。社会のなくしてショックを受けた時もあった、ね、あ、それは欲ですね。でもちゃんと多分その分は払ってくれてるとかありますよね。普通の石の手入れってどういうのが皆さん持ってる方多いと思うんで。ああ、そうですね、水であったりとか、あとは精子もありますし、太陽とか月、そしてあとは土にちょっと、しばらく合わすみたいな感じで、砂浜に埋めるっていうのもあるしね。ありますね。結構いっぱいあるけど、でもあの物質によってはあの水にこう入れておくとふわっとこう散ってしまうようなものもあるんですよ。そうそう、海洋ライトとかもう本当に全部散ってしまう、なくなっちゃう。物質によって違うんですよね。物質が違って、なるほど。ずっと聞いてる。だからやっぱり石専門ですから。専門家ですね。それそういうのもやっぱりね、知らないで持ってる人多いから。あ、でも僕公務員時代に、はい、あの初めて石をこう作ってもらって、でもあのこの人にってことで作ってもらったことあるんですけど、3ヶ月もしないぐらいにもう全部。お亡くなりになってしまってすごいショックを受けましたね。すごいところで働いてるねって言われましたけど。お亡くなりになっては色が変わったりとか、もうあのなんだ、プラスチックみたいな粘土みたいな色になってしまって、色が変化して、じゃあその間浄化するという方法を全く取ってなかったってことですね。浄化もしてたんですけど、落ち着かないぐらいの、そういうことあるんですね。すごい働いてたんだね、しちゃん。そうそう、助けられてたな。もうショックでした、本当に。友達を亡くしたような気持ちで、しばらく本当にドーンとショックが抜けなかった。あの、よりどころっていう話で思い出したんですけど、はい、あのホッコリンっていう置物があったんですね。はいはいはい、販売して、はい、売ってたんですけど、あのめちゃくちゃ笑顔の置物、木の置物があるんですけど、はい、そのね、笑顔を向けられるだけで、あの人間は幾分かっていうか、かなり楽になりますね。玄関先に置いてあるだけで、こう疲れて帰ってくるじゃないですか。ただいまって言うんですよ、物言わない。ただいまと、ほっこりは何も言わないけど、笑顔だけこう来るんですね。あ、そうすると、これはどう思うか人それぞれですけど、僕は、あ、大丈夫だなって思うことがあったんですね。笑顔の力とかすごいなって、その時はありましたね。そうですね。しっかり。丸いものの正体。丸いもの。丸いものの正体。正体？うん。これ教えなかったっけ？授業。魔法学校が始まりました。あの愛っていう字。はい。心が真ん中にあるっていう。あ、はい。ね、だから真心で真ん中にある心のエネルギーは放射状にしか出ないから球体にしかならない。あ、なるほどね、うん、だから電子、原子、分子、中性子、全て丸。あ、惑星も丸、はい、うん、だから丸というエネルギー自体が愛というエネルギーなんで、くまモンも人気でしょ、ね、丸いね、アンパンモンもでしょ。だから丸いっていうもの自体がまずそれ自体が愛のエネルギーだってのが人間どっかで分かってるから。なるほど、癒される。これの上に笑顔を描かれてごらんの。あ、なるほどね。みんなに愛されるようなね、キャラクターってそんな特徴ありますよ、はい、トゲトゲしい顔で愛されてるっていうのはなかなかないですアンパンマン、アンパンマン、クマモンも、やっぱり
丸っていうのはやっぱりちゃんとそのエネルギーを持ってるからそれを感じる能力自分たちはちゃんと持ってるはずなんですよね。なるほど。あれ今日の T シャツが、はい、こっちは見えてる。見えてない。今日選んだらこれだ。あちらの人も見せられる。あやさんの話も聞いてみましょうか、ね。はい、あの、はい、癒しのことをね、いっぱい我々話してますけどね、はい、どんなことが癒しとか、自分のしたいことっていうか、発信したいこととか、なんか。そうですね、私はあの癒し、そうだな、なんだろう、この自分を丸ごとそのまま受け止めて受け入れるっていうか、うん、それが癒しになるんじゃないかなっていうふうには思っていますけれども。なるほど。はい、でそういうことを大切にしてカウンセリングをしてるっていう。あ、はい、そうですね。うん、はい、皆さん大体あの頭で、はい、これはこうだからこうに違いないみたいな感じで、うん、頭で考えて話されてるんですよね。まあ、はい、あの私はあの HSP とかエンパシーっていう、あの、はいはい、最近本がよく出てるんですけど、うん、敏感な人、敏感すぎる人っていう、あのそういう感覚があるんですよ。だから集中すると、うん、その人の本当の、感情とかっていうのがこう入ってくるんですよ、うん、元気そうに見えててもすごく悲しんでたりとか、うん、怒ってたりとかするのがすごいわかるので、はい、言葉でそうは言ってるんですけど本当はどうなんですかっていうのをずっと聞いていくようにしてる。でもそこに気づき始めると、あ、確かにそうだっていうので、うん、あのエネルギー的にもどんどんこう変化が見えてくるんですね。うんうん、な、何パシー？エンパシー。エンパシー。はい、HSP とエンパシー、まあ、似てるんですけど、エンパシーはもっと超感覚っていうか、はい、あのもっと見えないものをもっと感覚的に捉えたりとかっていうところがありますね。うん、なんかそれ自分がエンパシー、うん、エンパシーな、なんか書いてありました。あ、いやでもセラピストさんは結構なんか密で、うん、多分私は思うには人はみんなきっと持ってるんじゃないかなっていうのは。なるほど、強弱、うん、多分テーマ先生が僕が表現する巫女体質だから、ね、そう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 、あのお使いするとか自分を使ってもらうタイプの方だからっていうふうな言い方をするんですけどね。ヤタガラスタイプとかも天狗タイプとかもやっぱりいらっしゃるような方。あ、そうですか。はい。福山さんは何ですか。何でしょうね。自分のことは大体分かんないです。自分で鏡見てる。うん、なかなかそれしないですね。あ、何でしょうね。今はキャッチするのが楽しくて。うん、あ、いやでも確かもうほぼね、チャネリング状態っていうかね、あのもうずっとね、その人に必要な言葉だけを下ろしてくるんですよ。ですね、あのアマラでお隣のボックスが、あの彼女が音叉をピーンって鳴らして、あのセッション中なのに、はい、うん、音濁ってる。濁ってるとかバレちゃうんです。すぐ、あ、ちょっと手抜いたのバレた。あとね、私がセッションしてるお客さんのに必要な言葉とかが入ってきたりとかするんですよ。普天間先生の言葉で、あ、今ほらこの言葉出たでしょっていう感じで。うん、こう全体に対しての言葉をこう出す、紡ぎ出すっていうのが特徴です。どんどん来て、どんどんパーッと。そうですね、あの多分僕の最近の表現だと、皆さんがそれぞれ自分の人生のクラウドを持ってるわけですよ。うんうん、その自分の情報が日常の情報、すべて言ってるクラウドを持ってて、はい、そのクラウドから出るもの、つな、うん、いで出るもの、うん。だからそのクラウドの上にあるメインのクラウドって言ったら、アカシックレコードとかって言ってたわけですけど、はい、自分のクラウドにつなげる人はアカシックもつなげるわけですよ。はい、そしたら自分の言葉じゃない言葉でも出てくるわけですよ。へ、すごいな。そうですね。で、お題目が決まってるだけなんですよ。うん、何を伝えようじゃなく、この人に必要なことを伝えようって決めてるだけなんですね、お題目として。うん、何を喋ろう、何を伝えようじゃなく、うん、今でもそうです。うん、
なるほど。なんか楽しい何トーク？癒しトーク。癒しトークですね。はい、あ、今ツイキャスコメントが来ておりますね。ありがとうございます。今日のゲストさんの話、説得力ある。いや、すごいです。ありがとうございます、三上さん。ありがとうございます。説得力あると思いますね。僕の感覚ですけど、はい、苦しんだり苦労したりした人って、うん、大体いろんなことを、うん、なんかね、身をもって勉強してる人多い。あ、そうですね。大体そういう人はセラピストの要素持ってます。そうですね。まあ、そのね、僕ステマさんのことはそんなによく知らないんですけど、はい、まあ、お二人は見てて、いろいろ読んだりして、うん、あ、こういう苦しみがあったのかなとか、そういうのを、うん、ちょっとね、感じちゃったんですけどね、うんうん、まあ、そういう人のメッセージっていうのは、うん、本当のこととか、なんか実体験ですからね。なんか心で多分感じるんですよね。そうそう、なんか響く感じとか、うん、入ってくる、心に入ってくるじゃないかなって、うんうん、ありがとうございます。あ、じゃあいろいろ何トークかな、はい、楽しい癒しトークを続けてきたんですけど、そろそろね、時間が近づいてて、ちょっと告知コーナーをね、少し、まあ、5分ぐらい、あるんですが、何、うん、かありますか。そうですね、私と今現在私比嘉綾と、うん、普天間先生の方は、うん、占いヒーリングサロン天名さんっていうところで、うん、セッションしているんですけれども、はいはい、那覇市安里、うん、にあります、うん、そちらの方で月曜日、普天間先生は月曜日、金曜日、私は、日曜日と月曜日と出てますので、よければ、はい、いらしてください。で、曜日ごとに、セラピストさんが変わります。はい、はい、有名なところで言えば、下袋千鶴子さんとか。あ、千鶴子先生、はい、千鶴子先生も、はい、いらっしゃい、ね、まあ、出水曜日出ていただいています。はい、あとアンジェリーナさんっていう方も結構バイオリンの人がいて、はい、その方もすごく人気の方です。結構有名というか人気のセラピストさんたくさんいらっしゃるので、よろしければホームページとかご覧になって、自分が気になるセラピストさんのセッションをぜひ、受けていただけたらなと思います。はい、ありがとうございます。はい、僕がホームページでね、番組の記事とか書いてるんですけど、はい、それにも天名さんのリンクを貼っておきますので。ありがとうございます。ありがとうございます。永田さんどうですか。告知コーナーですが、じゃあ2つあれどうぞ。1個は、はい、ゆいぱらですね。あ、ゆいぱら、はい、沖縄ゆいぱらダイスって、はいはい、ああいうの、はい、はい、以前は宮崎ひろみさんがヒーパラって14回ヒーリングパラダイスっていうのをやってましたけど、はい、スピリチュアルのイベント、はいはいはい、でその後に、あ、ひろみさんが内地に行かれて、その後のイベントがなかったということで、はい、じゃあぜひともやらせていただきたいということで、去年はうるま市でやらさせていただいたんですけど、沖縄ユイパラダイスっていうのを、うん、はい、開催しました。そう、それで、また今年ですね、まだ、はい、まだいつやるかっていうのは、まだはっきりとはまだ決まってないんですけど、はい、また今年もやりますよ。はい、あったかくなってからっていうそうですね、3月予定してたんですけど、もうちょっと後ですね。はい、はい、あとは、あともう一個ですね、はい、ちょっとこれは、最近知り合った方が、はいはい、6月の23日に、うん、慰霊の日ですね、はいはい、に、竜宮城プロジェクトっていうのをやるんです、はいはいはい、でそれがすごい面白そうで、沖縄市のコンベンションセンターのところで、はい、劇場 A8 かな、うん、ホラー街、はい、あるじゃないですか、はい、あれを100人の女神、まあ、女性の方たちで吹くと、はい、あれホラ街って、はい、ただブオーって吹くのが、はい、あれ2つ以上になると共鳴するんですよ、はい、それがすごくて、それ100本だったらもうものすごいことになる、すごいことになると思います。あとゲストの皆さんも多分たくさんいらっしゃるので、
うんうん、それまた。じゃあそれもおいおい僕のホームページで紹介して。ああ、もうぜひぜひ。そうですね。はい。最後にコメントを読んでいいですか。はい。あのさっきコメントを書いてくださった皆さんが沖縄行った際に行きたいと。ああ、ぜひ。あのもう皆さん。よろしくお願いします。沖縄行った際、あ、県外の方だ。県外の方から、ね。ああ、ありがとうございます。来週京都行きます。めっちゃ褒められてます。ちょっと皆さんワイルドなダンディー、女性の方は可愛い。永田さん、ありがとう。めっちゃいい人ですね。さあ、そろそろ番組を締めていきます。はい、はい、ありがとうございます。今日はあのそろそろエンディングの時間です。本日はどうもありがとうございました。パーソナリティは東間ジョーでした。また来週お会いしましょう。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ヒカルさん、ありがとうございます。